自治体別の新規感染者数です最も多かったのは浜松市で164人次いで静岡市で126人富士市で52人沼津市と富士宮市で35人などとなっています合わせて737人で5日連続で前の週の同じ曜日を下回っています死者の報告はなく 新たなクラスターも確認されませんでした病床使用率は県全体で10.9%